壮観だな。山登りが好きな連中の気持ちが少しわかる気がするぜ。あの時の景色と同じ。ニコラ、ここに何があるというの？お前は灰になったはずじゃ。警戒しろ、罠の可能性もある。ニコラ、本当にあなたなの？私に何を伝えようとしているの？消えた。何なんだあれは。これにあの子の記憶が。継承者のイメージによって棺はその形を変える。
ニコラ、お前はどんな場所を選ぶ？せっかくならかっこいいのがいいな。悪と戦う巨大ロボットとか。お前が心から落ち着ける場所を選べばいい。落ち着ける場所か。うん、決めた。継承者になったら、その力でもう一人の僕を作ってもいいかな。ミアはああ見えて結構寂しがり屋でさ、僕がいないことを知ったらきっと悲しむと思うから。ダメダメだ、侵害の力は危険だ。行使すればするほど暴走の危険が高まる。分身を維持するには相応の代償が必要になる。悪いが認めるわけにはいかない。それに棺はあらゆる情報を遮断する。たとえもう一人のお前が姉と一緒にいてもお前自身に。ここが継承者となるお前の戦場だ。行ってきます。お前は誰よりも強い心を持った戦士だし、せめてその眠りの安らかならぬことを。ごめんジャック、それでも。今まで一緒にいたニコラは、あの子が作り出した分身だったっていうこと。私がレヴナントとして目を覚ました時にはもう。そうか、だからあの時あの子は血流を飲んでも回復しなかったのか。一緒だったのに。今までどんな時だってずっと私だけ何も知らないまま、ニコラは一人きりだったのに。あの子この先にいるはずだ。会いに行こうぜ。そのためにここに来たんだろ。
ちしていました。どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。ニコラ、何してるの？剣術の練習。僕はファイトになるんだ。へえ、面白そう。じゃあ私が相手してあげる。ミアは強いからな。この悪ガキども、向こうへ行きなさい。ニコラ、大丈夫？うん、大丈夫だよ。でも、またミアに助けられちゃった。ミア、僕もっと強くなるよ。強くなって、いつか僕がミアを守るんだ。お待ちしていました。どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。君は蘇ったんだ。これはとてもラッキーなことなんだよ。ミアは？大丈夫。我々がきっと蘇らせてみせる。約束するよ。ニコラの検査結果ですが、やはり継承者の適性があったようです。しかし数値的にさほど高くないな。まずまずといったところか。はい、あとは本人次第といったところですね。お待ちしていました。どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。
勝者。いや、ニコラ、ミア、そうする自分と戦い続けていたのか。なんてやつだ。今まで気づかなくてごめん。今お姉ちゃんが行くから。
お疲れ様。守られていたのは私だったんだ。ごめんね、ニコラ。大丈夫。私は大丈夫だから。ミアはいつ目を覚ますの？残念だけど、それは誰にもわからないんだ。中には目を覚まさない人もいる。そっか。いいか、お前はまだ子供だ。そんなの関係ない。継承者になってミアを守るんだ。だってミアが目を覚ました時にこの世界がなくなってたら困るでしょ。早く元気になってね。いや、して、本当に良かった。無事に目が覚めて、それにいっぱい仲間ができたみたいで安心したよ。全部ニコラのおかげ。あなたがそばにいてくれたから、ここで戦い続けてくれたから、
今の私がいる。あなたは守ってくれた。私を守り、私を強くしてくれた。この上、何を望めばいいの？いや、カルンシュタイン、あなたはナイトになったのよ。誰よりも立派で素敵な騎士様、大好きよ。うん、僕もミアが大好き。ミア、ニコラ、ずいぶん大きくなったのね。姿はこのままか。でもこっちの方が強いよ。たちにどう感謝したらいいのか。なのに人に与えられるものを持ち合わせていないのね。私は何かお礼をしたいけど、こんな姿じゃ。欲を言えば一緒に来てくれと頼みたいところだが、ようやく本当の家族と再会できたんだ。邪魔するわけにはいかないだろ。それでいいよな。行っちゃったね。うん。私は。あのね、ニコラ、他の継承者もあなたのように必死に自分自身と戦っているのかもしれない。ここで立ち止まるわけにはいかない。そう思うんだ。いってらっしゃい、
ニコラ。僕は大丈夫。みんなからたくさんの元気をもらったから。ここでいい子にお留守番してる。